スパナのアート、ゲセソ、シャブクロと、パン君、はい、今日の動画は前回の続きでございます。まだ昨日の動画を見てない方はそちらから見てください。はい。僕たち今まで自分たちのチャンネルで、ゾッとする話を2、3回上げてるじゃないですか。今回の企画はですね、はい、北陸最強心霊スポットでゾッとする話してみた。どうなることやろ、マジで。マジで怖いけどな。いや、ほんまによ。みんな尺短めに頼むで。もう俺外にいたくないから。ほんとにな。じゃあ、いたしましょうか。はい。はい、ということで、心霊スポット、白倉トンネルが背景にあります。北陸最強心霊スポットの目の前で、ゾッとする話、早速始めていいですか。はい。はい、トップバッター、キースケ。はい。お願いします。はい。じゃあ僕から話させてもらいます。はい。僕の地元の友達のお兄ちゃんの話なんですけど、そのお兄ちゃんが地元の友達と遊ぶ約束してたんですよ。で、その遊ぶ時間が、まあ、夜中の2時を過ぎてて、車を運転してたんですよ。うん、友達の家に向かって。まあ、山道を運転してて、横が田んぼやった道で、で田んぼを見ながら、よそ見しながら運転してて。パッて視線、道路に視線切り替えたら、もう車のボンネットの目の前におばあちゃんが立っててんか、うん、でもブレーキ間に合わなくて引いてもうた。バコーンってやばいやってもうたと。で、脇道にハザード剤で止めて、大丈夫ですかって見におばあちゃん見に行ったら、一人引いたはずやのにおばあちゃんとおじいちゃん夫婦で立ってて、で無傷やねんって、なぜか分からんけど、うん、大丈夫ですかって言ったら、あ、もう全然大丈夫よって。血も何も出てへんし、もう怪我してなくて、救急車と警察呼びますねって言ったら、いやもうそんなんせんでいいから、もう早い、行きたいとこ行き、いやもうこれ絶対呼ばないとダメなんだよって言ったら、もうそこで怒鳴られて、いやもういいから行きって怒られて、うん、でまあ仕方なく友達の家にそのまま向かって、何も電話せずに、でその友達に人引いてもうたわと言った時に、それを聞いてた友達が、いやお前それどこで引いたで、あ、どこどこのあの田んぼの前で引いたって言ったら、その田んぼの前の家で老夫婦自殺してたの知ってるって言われて、ガチ、そこで鳥肌ブワー立って、え、死人と話してたんだ。友達のお姉ちゃんは生き人と話してたんじゃなくて、死んでた人と話してたっていう、やばくない？マジでこれはやばいっていうのが僕のゾッとする話。なんだっていうのが僕のゾッとする話。っていうのが僕のゾッとする話。なんだ、なに、なに、何？何？何？いや、分からん、分からん。ガチなの？こうや。止めよ。ガチ。やば。マジかよ。やば。え、何？マジで何？やばやば。マジで。え、何今？マジで分からん。鍵閉めよ。じゃあ早く行った方がよくない？え、やばくない？いや、動物の音じゃないよな。絶対ちゃう。なんか引きずってみんなしてたの。うん、中断する。